アルモニカ、アルモニカ、アーモネカは、ベンジャミン・フランクリンが1761年に発明した複式殺想用機式体名楽器である。グラスハープを工夫し、多数の音を様々にそうしやすくさせ、細かな音の動きや、同時に多数の音を一人でそうすることが容易になった。直径の異なる、腕状にした複数のガラスを、大きさ順に十二平均率の半音階に並べ、 それらを鉄製などの回転棒に突き刺して回転させながら基本的には水で濡らした指先をガラスの円に触れさせる摩擦によってグラスハープと同様に共鳴するガラスからの音で音楽を奏する。パガニーニは何たる天井的なコワイロといいトーマス・ジェファーソンは今世紀の音楽界に現れた最も素晴らしい贈り物と主張しベンジャミン・フランクリンは 何者に比べがたい、甘な音と表現したと伝えられている。またベンジャミン・フランクリンは、もしハープが、天使の楽器であるなら、アルモニカは、天使の声であると形容した言葉が広く知られている。ゲーテ、モーツァルト、ハッセ、テオフィル・ゴーティエなども、この楽器を高く絶賛した記録が残っている。かのマリー・アントワネットも、これを習ってそうしたと記録されている。 1820年までに、ほぼ製造が耐えていたため、長らく幻の楽器だったが、アメリカ合衆国のガラス職人、ゲアハルト・ B ・フィンケン・バイナー、ゲアハード・ B ・フィンケン・ボイナーによって1984年に復興され、数少ない奏者たちの手によって、魅惑的な伝説の音色が、少しずつ音楽業界に浸透し始めている。日本においては、ガラス業界の専門家である、 小塚美希夫がこの楽器を見出し、日本第一号機として、フィンケンバイナーに依頼し、1990年から1991年に、かけて制作された一台が1992年に、日本の地に行った。小塚は2007年より、作曲家兼ピアニストの微細秀勝と共に二人で、クラシックの中で正当的にこの楽器が使用される、ことを普及させるべく、コンサートやショーなど、 興味深いいイベント類をを転し、し東京を中心に活動している。アメリカ人のベンジャミン・フランクリンは西洋音楽においてはそもそもイタリア語が公用語であって楽器名もイタリア語で名付けられるのが常であったことを踏襲しこの楽器がガラスの共鳴によることから共鳴を意味するイタリア語アーモニア、アルモニアに由来してアーモネカ、アルモニカと命名したしかしながら この楽器の初披露の後、オーストリアやドイツではドイツ語風に H を添えられ、ハーモニカ、ハルモニカとして広まってしまった。英語圏では、その後、アーモネカやハーモニカ以外に、グラスアーモネカ、グラスアルモニカ、グラスハーモニカ、グラスハーモニカほか、様々な故障が用いられているが、現在では、グラスアーモネカの故障が多く支持されている。しかしながら、 フランクリンの命名による本来の故障はあくまでもアーモネカ、アルモニカである。1820年頃に発明された別の新しい楽器ハーモニカと誤解を防ぐため特に、例えば英語圏では素材名を添えたグラスアーモネカやグラスハーモニカという故障が便利である点は否めない。二単語が英語であるグラスハーモニカは 本来の故障から離れてしまうという問題点があるが、その反面で、本来の故障をより尊重した、グラスアーモネカという故障でさえ、英語とイタリア語の単語が混合されている、不自然さがいささか問題を持っている。由来となったイタリア語の本国においては、ハーモニカをアーモネカ英ボか、カ、アルモニカアボカイコール口によるアルモニカと呼んでおり、本楽器はアーモネカ A ビッチエリ、 アルモニカはビッキエイリーコールグラスによるアルモニカと呼び分けられている。日本語圏においては、アルモニカ、グラスアルモニカ、グラスアルモニカ、グラスハーモニカ、グラスハーモニカなどの故障が見られるが、リードによる楽器の方は、ハーモニカの故障が定着しているため、本楽器をアルモニカと呼ぶことで、混同の恐れは、ほとんどない。そのため、アルモニカ、ついで、 グラスアルモニカと呼ぶのが望ましい。小塚美紀夫と微細秀勝もこの楽器のことを資料ではアルモニカと呼称している。なお、ゴブレットを複数並べて水で調律してそうする様式のものはグラスハープと呼ばれているため混同しないように気をつける必要がある。作曲家のグルックやイギリスの演奏家ウィリアム・デレバル、ウィリアム・デラバルが 水を入れる量によって音程を調整された複数のゴブレットを奏でる演奏会をベンジャミン・フランクリン1757年にイギリスで聴いた詳しくはグラスハープの発祥の節を参照。彼はそれは何者にも比べがたい甘い音色だったと書き残した。その魅惑的な新楽器をもっと工夫したいと思い、1761年にフランクリンはこのアルモニカを完成させた。 ロンドンのガラス吹き師チャールズ・ジェームズ、チャールズ・ジェームズと共に制作された最初の一台は1762年1月にマリアンヌ・デイビーズ、マリアンヌ・デイビスによる演奏で世界に初披露され、この楽器はアメリカ合衆国において発明された楽器の記念すべき第一号でもあった。グラスハープの問題点としてまず挙げられるのは各音程を作るために、 コブレットに水を入れることによって調律しなければならないという点である。これは演奏前の大きな負担であった。また濡れた指から滴り落ちた水滴が入ってしまったり、乾燥した空気によって蒸発してしまったりして音程が狂ってしまう危険性や、あるいは演奏中不意にこぼしてしまう危険もあった。そこでフランクリンは音程を調律されたガラスを用いて、 演奏などに水を入れたり抜いたりする作業を排除し、準備なしに常に一定した音程を保つことを実現した。グラスハープでは、多数のゴブレットを並べて奏するため、広い置き場所が必要となり、それに応じて、奏者はわしく動きながら、広域に配列されているゴブレットを奏することとなる。そのため、遠い音へ素早く移動する楽句や、細かな楽屋は至難の技となってしまう。でも、常に、 各ゴブレットの上で円弧を描きながら回転させている必要があり、同時にそうすることのできる和音にも限界があった。それらの問題を解消するため、フランクリンは二つの工夫を施した。一つ目は、手を回転させ続けてする必要がないよう、ゴブレットの方を回転させ、そこに指を当てるだけで音を発するようにしたこと。二つ目には、ゴブレットの足を排除して、万丈にし、 回転棒に、それを串刺し状にして設置し、それらを密接させて配置することで、角、音を発する多数のガラスワンを近距離に密集させたこと。これにより、まるで鍵盤を引くかのように、近距離に多数配置されたガラスワンの円を、一本ずつの指で容易にそうすることが可能になった。細かな速い楽器も、遠い跳躍も、広い音程や、 音数の多い和音さえも一人でこなせるようになり、演奏効果が飛躍的に上がった。また、ガラスワンの方が常に回っていてくれるため、奏者の腕を中心とする回転運動の負担が大幅に減少した。歩き回ったり腕を伸ばして振り回しながら、各ゴブレットを奏する必要もなくなったため、奏者は精神を音楽の内面により集中させやすくなった。回転の仕組みは、 足踏み式ミシンと同様の機構となっていたが、後の時代にはモーターによって代用されることとなった。指を常に水で濡らしておく手間は、演奏に忙しさをつきまとわせた。星をよ怠るとたちまち音が切れ、演奏に傷をつけてしまう。そのため、一瞬でも片手が自由になる時間があれば、水を張った器に瞬時に指を伸ばして濡らし、 常時そのことに留意していなくてはならなかった。指の乾きは曲中にいつも同じ振動で起こるわけではないため、濡らし具合や指のする速度や圧力によって予期されない、時に保水が必要となることもあった。その手間と精神的負担等を省こうとベンジャミン・フランクリンは考えた。彼はガラスワの下に水を張った盆を設置することによって、者が自分の指を濡らさなくとも、 常にガラスワンの方が濡れた状態を保ってくれるように工夫した。各ガラスワンの音程を見極めるために、ベンジャミン・フランクリンが当時制作した37のガラスワンを用いたアルモニカにおいては、ガラス細工の絵付けのようにワンの円に色付けされており、その色によってその音を識別できるようになっていた。ラオンは濃紺、シオンは紫、銅とは赤、レオとは大々、ミは黄 ファオンは緑、騒音は青で、鍵盤楽器の黒鍵に該当する、半音的に変化された観音は白となっていた。彼の制作した楽器では、回転棒にガラスワンとコルクトを交互に刺して固定していた。1984年から現代にこの楽器を復活させた G ・フィンケンボイナー社の基本モデルにおいては、透明なガラスワンと円に、 金属製の帯を持ったガラスワントで作られており、金色に光る帯による目印は、鍵盤における黒鍵の音を示している。フランクリンは、ビリヤードで、球の滑りを良くするためにパウダーを塗るのと同様に、指に炭酸カルシウムの粉末をつけると、音がより良くなると推奨していた。この魅惑的な音色を持つ新しい楽器は、最初から熱狂的な指示を得て、 人々はその音色に酔いしれ練習に熱中し、1700年代のうちにおよそ4000台とも、5000台ともと言われるほどの大数が欧州各地に出回ったとされている。また、楽器に関する多数の著作物が生み出され、そしてこの楽器のために400にも上る作品が作曲された。その中には、モーツァルト、ベートーベン、リハルト・シュトラウス、ドニゼティ、 サンイコールサーアンスなど、現代の我々にとって親しみ、不快大作曲家たちによる作品も含まれている。練習や演奏に熱中した多くの人が、アルモニカのせいで、神経障害や鬱病、めまい、筋肉の痙攣などにかかったと言い出した。このため、アルモニカはその美しい音色とは裏腹に大変怖い、楽器だという噂が口々に伝わって、人々の恐怖感が煽り立てられた。 実際に精神病院に入院したり溶接した者もいたが、それがますます根拠のない憶測を招き、絵も言われぬ、だ高い響きが死者の魂を呼び宿りきて神秘的な力を宿らせたとか、聞いた人の頭をかき乱して、おかしくしたと口々に言い始めるようになってしまった。さらには演奏会場で子供が死亡するという事件まで発生してしまい、その事件をきっかけに、 ドイツのあちこちの地方で警察当局が全面的にアルモニカ演奏の禁止令を発令するまでに発展した。家庭内のチワ喧嘩から早山やペットの経緯までおかしなくらいに、それらが次々とアルモニカのせいにされ、そうしているのを発見されると逮捕される始末であった。催眠術をこの世に最初に始めたのはモーツァルトのパトロンでもあった。 ウィーンの医師フランツ・アントン・メソメル、フランツ・アントン・メスマーであった。現代においても、催眠術のことをメスマーイズ、メズマライズと言い,い、催眠術師のことをメズマリスト、メズマリストというのは、まさに彼の名に発している。その彼は、催眠術による治療の最後に、アルモニカの精神的な音色を自ら奏でて、使用していたことが有名であった。 大変なの知れた人気の彼は、盲目のピアニスト、マリア・テレジア・フォン・パラディス、マリエ・パラディスの治療を依頼されることになったが、視力を取り戻すことに成功したにもかかわらず、彼女の精神衛生を後に害したとされ、ウィンから追放されるという処分を受けたほどであった。この歴史的な催眠術の素が、このアルモニカによって、人生最大の転機を迎えることとなったことは、有名な話である。 現代においても、当時の神経障害の要因について、明確な科学的根拠が解明はされていない。よからぬ噂が、楽器に対する、精神的な先入感を植え付けた性とも言われている。一般には三つの説が推測されている。第一に、ガラスとの摩擦によって引き起こされる持続的な振動のせいで、演奏後には指先に痙攣を覚えるが、それが神経を害するというものである。 第二に、底赤とない高温が、聴覚から脳を共鳴させ、悪影響を与えるというものである。第三に、柔らかい吹きガラスの類は、鉛を25から40%も含んだ、クリスタルガラスを用いていたため、濡らして触れる指先から、鉛が浸透し、鉛中毒を起こしたせいというものである。しかしながら、第三の説については特に信憑性が低い。 鉛中毒は18世紀と19世紀前半においてアルモニカ奏者であろうとなかろうとごく一般的な社会的問題であったことは周知の事実である。治療のために医者から鉛の化合物を処方されて長期間服用してきた患者もいれば食物や飲み物の中に防腐剤や甘味料として工場的に添加されていた酢酸鉛を人々は多く傾向摂取していたし、 さらに鈴や鉛の鍋ややかんなどが調理に使用されていた。また、ワインをはじめとする酸性の飲み物が鉛製のピューター缶から注がれて飲まれていたのであった。そのため、アルモニカによって指先から鉛が体内に浸透したとしても、その量は日常的に口から体内に吸収される量に比べ、はるかに微量とみなされている。第一、第二の説も、 はっきりと科学的には証明されていない。この後、この楽器はすっかりと姿を消してしまったが、後に復興されてから現在に至るまで、多くの人々や演奏家がこの楽器を奏してきた。にもかかわらず、この楽器のせいで精神などをおかしくしたという症例が、現代医学の世界に報告されたり、それを証明したという発表は未だなされていない。現に、アルモニカ発明者本人でさえ、 この楽器の無害を自ら証明するために、世表に同時図生涯演奏し続けたが、何事もなく八十四歳までの長寿を全うしたのであった。現代においては、その不思議な音色ゆえに、真相が不明なままの怪奇な伝説さえもこの楽器の一つの逆説的な魅力として、世界の人々の興味を強く引きつけている。後に鉛中毒を警戒して、 ガラスワンに直接指を触れなくてもそうすることができるようバイオリンの指で擦ったり鍵盤を押すとガラスワンにゴムなどが触れて音を鳴らす仕掛けのものも登場しが演奏効果もかんばしくなくすでに楽器の流行熱もすでに冷めてしまっており発明者の存命中にアルモニカの魅力が再評価されて広く受け入れられるまでの復興は起こらなかったそうしてこの楽器は ただの置物的な調度品として、部屋に放置されることとなり、ごく限られた人々の中だけに細々と、その存在が受け継がれてきた。ちなみに、ベンジャミン・フランクリンは発明家としての信念にのっとり、爆発的な人気を呼んだ、この楽器の特許の申請を生涯拒否し続け、発明による喜びを潔く、社会に無料奉仕したのであった。一連の騒動をはじめとし、 また1820年までに音楽の流行が変化してしまったことに起因し、この楽器は人々の目からほぼ完全に姿を消してしまった。少なくとも、この演奏ではどこに置いても見かけることはできなかった。音楽の思考はベートーベンやその後継者たちによってより壮大なものへと移り変わっていき、そしてモーツァルトの時代の比較的小さな上流階級のホールよりも より大きなホールへと演奏の場も変わって行ってしまったのであった。そのような音楽的欲求の潮流の中においては、アルモニカのようなデリケートな音は好まれず、そしてもはや聞こえさえしないものであったため、要求されなくなってしまった。チェンバロもほぼ同じ時期に見られなくなったが、その理由も当時の流行の中にあって、アルモニカの衰退と銅の理由が考えられる。影では、 チェコのポル一族が、密かにこの楽器を制作していたが、それも勧たれてしまい、制作の困難なこの楽器を制作する者は、世界からいなくなっていた。こうして衰退してしまった、このアルモニカは、熟練したガラス吹き師であり、音楽家である、ゲアハルト・ B ・フィンケン・バイナー、ゲアハード・ B ・フィンケン・ボイナーによって1984年に復興された。30年の実験の後、 マサチューセッツ州のウォルサムで生産開始され、G ・フィンケンボイナー社は現在も商業的にこの楽器を製造販売している貴重なアカーとして世界的に知られている。フィンケンバイナーの亡き後はトーマス・ヘッション、トーマス・ヘッションが後継者として家族で G ・フィンケンボイナー社を運営している。ちなみに G ・フィンケンボイナー社の楽器では鉛中毒を警戒して鉛や その化合物類は添加されず、高純度の向きガラスによって製作されている。参考、二酸化系素、石英、ガラス。アルモニカの一つの欠点に音量の乏しさが認められたが、現代においては必要に応じてマイクによる音量の増幅もなされうるようになった。ただし、クラシック音楽の一般的な演奏会などにおいては、やはりこの楽器にマイクが使われることは、 ほとんどない。ガラスの専門家である小塚美希代が日本における第一人者であり、海外のアルモニカ奏者たちが情報交換している団体組、グラスミュージックインターナショナルの会員として、世界のアルモニカ奏者によく知られた存在である。また、2000年4月27日には、フィラデルフィアで開催されたグラスミュージックフェスティバルに招聘され、 海外の舞台でこの楽器を奏した最初の日本人として日本におけるこの楽器の歴史を見続けた功績を残した要人である。小塚は日本第一号機を含む2台のアルモニカを所有しており、舞台で音の聴ける楽器は現在その2台のみとされている。小塚は2007年より美細秀勝と共に日本における復興活動に献身しており、 アルモニカのための貴重な演奏が広がりつつある。モーツァルトの五重奏曲、アダージョと、ロンド派長々キロボルト、617や、独奏曲、アダージョ派長々キロボルト、617A、ベートーベンの劇音楽、レオノーレ・プロハスカ、サンイコール、サーンスの室内楽曲、動物のシャニク肉祭、ドニゼッティのオペラ、ランメルモールのルチア、リヒャルト・シュトラウスのオペラ、影のない女など、 それまで日本で上演するには、海外から奏者を招かなければ無理であった幻の作品群、次々と本来の楽器によって、舞台で紹介され、各界で大きく期待されている。また、美細は作曲家であることから、この楽器を用いた編曲や企画を展開しており、まさにこの楽器の魅力が、独創的な形で、日本に紹介されつつあり、密かに始まりつつあるブームの火付け役となっている。 アルモニカのために書かれた正確な最初の音楽作品は、ハッセによるカンタータであった。それは、オーストリアの王女マリア・アマリアの結婚式で、初演された作品であり、その音色の評判はしわたたく間に広まった。当時アルモニカの第一人者は、オーストリアの盲目の女性演奏家、マリアンヌ・キルヒ・ゲスナー、マリアン・ネ・カーク・ゲスナーであった。モーツァルトは、 彼女と親しくしており、彼女のために、アダージョとロンド派長々キロボルト617の美しい五重奏曲や、アダージョ派長々キロボルト 617A の独奏曲を作曲した。最近までこの曲は、パイプオルガンやピアノで代用されたレパートリーとして演奏されてきた。ヤンバーツラフとマーシェクは、幻想曲を彼女に検定するつもりで作曲を進行していたが、 彼女は1809年に亡くなってしまい、彼はその傑作を彼女の墓前に捧げることとなってしまった。ドニゼッティのランメルモールのルチアにおいてもアルモニカが使用されたが、彼はその指定を後に線で消してしまい、フルートで代用されることとなってしまった。そこではルチアが UN アーモニアセレステ、DI、ノナスコール T、天井の響きが聞こえになられなくて、 と聞く。泣きサすの CD、外部リンク参照では、この楽譜が本来の指定に則り、フルートの代用ではなく、アルモニカによって演奏された貴重な録音となっている。サンイコール、サーンスの動物の舎肉祭でも、このアルモニカが使用されている。第7曲、水族館と第14曲、終局においてであるが、この作品でも、 本来のアルモニカを使用した演奏を耳にできる機会はほとんどないに等しい。チェレスタやグラスハープやパイプオルガンなどで代用した録音なども存在するが、最近ではアルモニカによる録音も入手することができる。チャイコフスキーのクルミ割人形の一曲、コンペイトの聖の踊りは、当時ミュステルが発明したばかりのチェレスタを用いた世界初の作品として、 非常に有名であるが、実は、奏甲の段階では、アルモニカを想定して書かれていたという説もある。しかしこれは学会によって否定されている。このように、多くのアルモニカ作品や、アルモニカを指定された楽区が、パイプオルガンやチェレスタ、フルートなどで代用されたり、時にはそのパートを無視して省略したり、ピアノで演奏できる新しいレパートリーとして、 楽しむという不本意な形で演奏されてきた。最近では、グラスハープによるアンサンブルで代用したものや、本来のアルモニカを使用した録音が、少しずつではあるものの出回り始めるようになってきた。プロのアルモニカ奏者として活動している人はごく一部で、あり、アマチュアとプロが、まだ混在している、限られた世界である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。